不安でもあんねんけども快感でもあるみたいな、うん、そういう風な感覚はすごい僕ちょっと大事なんやんか。多分それはな、小さい時にそういう寝て起きたらなんかどこか、今ここどこかな、わからへん、時間もいつ何時かわからへんみたいな、で向こうの窓の向こうにこうからこう夕方の雨上がりの光がバーンと差してるような情景の時、そういう時にそういう情景の時がマッチして、よりそれがこうリアルに記憶として残ってて印象的なんやけども、そういうような感じでなんかそれが原風景みたいになってて、でそういうことを、そういうなんか情緒性とか風景とかをやっぱりどっかで再現してるっていうふうに思えるかな、うん、こういうのもだからどっかでそういうような部分が出てるっていうふうに思うわ。それからそれはもうほんまに生まれ持って持ってるもんかもわからないし、そういうなもの、そういうそこで感じるというか、そこでなんかこう心がなんか動くっていうのはなんかやっぱりもうそもそも小さい時から持ってて、今もやっぱりそこら辺で感じてるのかもしれんなと思います。なんか岸くんもこうね、全部こういう他の人とのコラボしたのがマッチングするとどこなんやっていう感じになってますけどね。ああ、うん。まあたまたまこう割と野生的な作品というか、うん、あれが集まったよ。そうですか。うん